sister or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye.皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズチーパフォーマンスです。今日はボンド大宮からお届けしております。なんと体感納車されちゃいましたって言ってもですね、これ僕の車でも会社で買ったデモカーでもなく、お客さんの車、多分国内最速じゃないかな、つい先日体感発売になったばっかりみたいなんで、多分かなり最速じゃないかもしれないですけど、多分最速な方のめちゃくちゃ新しい体感納車になってます。で、今回ちょっとこれ動画撮っていいよってことなんで、ちょっといろいろ見たり触ったりしてみたいと思います。それにしてもめちゃくちゃかっこいい色すごいね。色がなんかオプションカラーで、ちょっとこの後紹介しますけども、オプションカラーのなんかプラス40万ぐらいするボディカラーってこと でオプションもフルフル、そしてグレードはなんとトップグレードのターボ S ってことで、とてつもない車が入庫してございます。はい、というわけで今敷地内に移動も終わったんで、これからちょっと車を紹介できないんで一緒に見るっていう動画でお願いします。で、こちらの車、ちょっと僕が聞いた情報だと、どうも日本もう1号車らしいです。もう正真正銘の1号車らしいです。そしてなんとびっくり、乗り出し価格が、もうオプション全部ついてるらしいんで、大台の3000万円超えっていうことで、当然僕がそんな3000万円する車をすらすら説明できるわけもなく、一緒に見るっていう動画でお願いいたします。というわけで、ポルシェ大好きいつものカメラマンとちょっと端から見ていきたいと思います。で、まずなんか色がオプションカラーのネプチューンブルー、なんかプラスで40万円ぐらいするボディカラーになってるみたいです。ちょっと今までにない、なんかこの深みのあるソリッドかな、ソリッドっすね、メタリックとか入ってない。ただこのボディの形状がすごいんで、この濃淡がまずすごい。そしてボンネット、僕ちょっと写真とかで見てたら、まあ、言うてもこう側は寸法とかは割とパナメーラよりちょっと短いぐらいなんで、まあ、このボディの感じもパナメーラと似てるのかななんて思いきや、もう全然このボディがこのまずこのフェンダーがこう盛り上がってて、ここがものすごくこう入り込んでる。そしてバンパーデザインもちょっと今までのポルシェにない、ちょっとかなり新しいデザインになってます。そしてしっかりなんかオプションでしょうか、カーボンのパーツがついてたりとか、あとすごいのはこのヘッドライト、もうこれ未来っすね、やばくないこれ。こう今までのちょっと車のこの常識というか、あ、はいはい、ヘッドライトってこういう感じだよねみたいな、それが当てはまらない、もうちょっと訳が分かりません。当然全部 LED で、ただなんか今までのなんかポルシェのそのデザインはちゃんとこう受け継いでる感じで、 LED がこの4箇所入ってる感じのヘッドライトで、また造形がここがえぐってあって、ちゃんと抜けるのかな、なんかすごい造形になってますね。そしてこのヘッドライトから続くこのバンパーダクトは、このタイヤハウスの中を通して、まあ、このサイドの整流なんかの効果も一緒にあるみたいです。もうとにかく造形がすごい。そしてナンバーベースなんかもなんとびっくり、ボディ同色にペイントされてます。これがまさか新車の状態こうなっちゃうんですね。そして当然冷却系は、あ、両側に一応あれなんだ、ラジエーター的なのが入ってて、でセンサーとレーダーとついてて、なるほど。でこれ寸法的には4963、幅が1966、パナメーラよりちょっと短くて幅はちょっとだけある感じです。ただデザインがちょっとパナメーラみたいなデザインとまたちょっと違ったデザインなんで、車結構ちっちゃく感じますね。なんか一回りちっちゃく感じます。そして横に行くとエアサスってことで、これが一応一番下げてる状態です。ただ今止めてるところが斜めなんで、ちょっとあんまり参考にならないかもしれないですけど、割と純正エアサスでも低くできる感じですね。で装着されてるのがターボ S ってことで、標準で21インチが、でホイールが
もう見たことない。あ、これオプションなんだ。どうもカーボンのこのプレートがアルミの表面につけてあるみたいな。オイルもこれ単造じゃないのかな。単造だよね多分。ついてんだよね。確か外せるね。あ、これ外せるんだ。あーで、めっちゃ薄い。信じられないぐらい薄いディスクが。もうそれこそ本当に1センチぐらいしかないこれ厚みが。すげえ。っていうかもう21履いてるように見えないねこれ。で奥のブレーキがカーボンセラミックはターボエスだと標準みたいで、キャリパーがなんと10ポット。もうこれ。あれじゃん、ウルスとかあのカイエンとかあの辺と同じブレーキ。なんかボディ的にはちょっとブレーキ大げさかなと思ったら、なんか重量が2300キロ、カタログじゃないや、車検証だとなんか 2.4 トンぐらい、2400キロぐらいあるらしいんで、まあ、そうなってくるとやっぱりこの辺のブレーキも必要になってくるのかなっていう感じですね。足元すっごいねこれで、まあ、ウインカーは他のモデルと同じようにこの辺についてて、でこのラインでそのままこのプレスラインとこの充電器の、ちょっと手袋してると開かないんであれなんですけど、なんと未来じゃんもう。でこっちが普通の充電で、反対側が急速充電で両方ついてるみたいです。でこれはこれ完全にバッテリー上がっちゃったら、じゃあ蓋も開かないですねってあのディーラーの人に聞いたら、うん、そうですねって。でも多分なんか開ける方法あるんでしょう、はい、そんな風になってるみたいです。すごいねこれ本当に。なんかちょっともう未来だね本当に。でミラーなんかは意外に普通というか、そんなにちょっと近未来な感じなく、ちょっとでもデザインは本当にすごくシャープになってるんですね。でドアパネルのここもちゃんとへこんで、あ、これはタイヤハウスから抜いてないんだ。はあ、ダミーのダクトというかなってるんですね。でサイドスカートカーボンのこれは、この辺もオプション、これサイドスカートのカーボンはオプションだよね。でドアミラーカーボンもオプションであるはず。あ、そうなんだ。でもこの辺もちゃんと全部クロスブラックに最初からなってて、でやってきましたこの出てくる取っ手で、これがなんかスピード出すと、走り出すとしまわれるみたいです。こんな感じで。あーすごい。あれこれあれだね、メカで開くんじゃないんだね。あ、メカなんかな。いやいやいや、これメカじゃないですね。これ引っ張られるとモーターが動いて開く感じの、ガチャってこう機械式の開く感じじゃないです。そして意外にイージークローザーついてないってことで、すげえこれ。あ、でも車めっちゃ硬い、めっちゃ硬い。で後ろも同じように、はあ、すげえ。で意外にこの辺が窓ガラスが後ろに向かってめちゃめちゃちっちゃくなるデザインで、で後ろがすごいねこれ。なんかパナメーラよりなんか全然こう絞られてる気がします。気のせいだったらすいません、はい。で後ろも同じ21インチ305で、リアは4ポットのカーボンセラミックが。これはやばいな。でこの辺カーボンのこのディフューザー的なのが、はい、スポイラー的なのがついてて、しっかりここも全部風流すようになってるんですね。こうなって、でテールランプもちょっと最近のポルシェの流れでもありますけど、さらにそこから進化した感じで、で中がもうデザインがすごい、でこれなんかカメラマン的には992からこれになってる。フォントが変わってます。なるほど、ちょっと手書きっぽい、ちょっとフォントがなんかフォント違わないって言ったら、それ992からですよって、こんなフォントになってターボエス、すごいなこれ。でこれがトランクを開けるボタン。ああなるほど。
こんな感じで意外にトランクは狭い。そして充電器なんか入ってますけど、なんか結構バッテリーがフロアにある関係でやっぱりちょっとこの辺のスペース的なの、あ、でもこの下ちゃんと収納があったりとか、はい、するみたいです。これすごいな、こんな感じで。で当然ウイングもこれ出てくるやつです、はい、なるほど。そして下回り当然マフラーもないですし、このディフューザー形状がエアを抜く形状になってます。これでもちょっと塗りたいね、これザラザラの。はあ、もうはあしか出てこない。そしてもうリアがすごい、とにかくこの絞ってて、なんかちょっとアストンみたいですねなんて言ってるスタッフもいましたけど、ちょっと見るとやっぱり実写見ると写真とか動画と全然違う、プロモーションの動画と。でちょっと僕実は去年一昨年かな、ドイツのポルシェミュージアム行った時にこれ走ってんのを一瞬だけ見たんですけど、ちょっとそのイメージとだいぶ違いましたね、実写近くで見るのと。ちょっとじゃあせっかくなんで内装も紹介したいと思います。中ももうさすがにそのシートのデザインとかセンターコンソールのデザインとかあれですけど、もうメーターとか未来っすねこれ。でもなんかちゃんとこうポルシェの伝統に習って、なんか5連って書いてるのが多かったですけど、なんか見た目的には3連風に、3連プラスアルファ両サイドにこうインフォメーションが出るようなメーター、ただフードとかはなくって、これでちょっと昼間ちゃんと見えるのかなっていうのはちょっと疑問なんですけど、ただ液晶のこの性能というかクオリティも上がってるんで、まあ大丈夫ってことなんでしょう。そしてハンドルなんかは意外や意外、ちょっとそのまま992とか今までの流れが進化したような。で、あ、ちなみにこの車なんですけど、この外観内装、これオーナー様の娘さんがなんか全部コーディネートしたってことで、はい、もうそれを聞くとさらにすごいぶっ飛んでる。でちょっとドアなんか見てみましょうか。でこの辺のこのレザーが、僕が調べた限り、ちょっと間違えてたらすみません、なんかレザーフリーらしいです。だからこの辺が人工の、だから なんていうの、フェイクレザー合皮っていうことらしいです。確かにそう言われると室内の 内装のこの匂いが、いわゆるその超高級車 そのレザー あのブランド物のバッグみたいな匂いじゃないんですよね。でこの辺なんかもちょっと変わった感じのフィニッシュで、これカーボンかな、カーボンだね。でスピーカーはやっぱりポルシェといえば BOSE がついてて、でちょっとスイッチなんかデザイン新しいなと思ったら、なんとびっくりエンジンスタートのスイッチが、家電じゃん、もうパソコンです、すげえ。でシートがなんかターボ S になると 18W が標準装備で、ちょっとカバー1回取りましょうか。この 18W の高い方のシートが標準装備でなるみたいです。でこのオレアっていうのが多分そのレザーフリーのやつなんじゃないかなと思います。ごめんなさい、ちょっと僕の知識では追いつきません。ただもう形状もなんかデザインも本当にポルシェが進化していった、はい、未来を感じるデザインになってます。これでもちょっと何なんだろう、メカノとか関わってんのかな。ちょっとなんかヘッドレストとか肩の辺のデザインとか、ちょっとレカロ臭もちょっとする気がします。で今回デザイン急に変わらしい。あ、そうなんだ。ここが違う、あヘッドレストが、はい、結構レカロ純正のシート そのプロデュースというかもうしてるみたいなんで、まあ、ちょっと僕の言ってることがどこまで合ってるか分かんないですけど、ちょっとそんな流れもちょっと感じるシートになってます。これシートすごいね、 18W ってどんだけ調整できるのこれ。でしかもだってレールが見えないぐらい低く、これってあれなのかな、フロアがやっぱり高い分その辺で工夫されてんのかな。確かにフロアの凹凸がないね、普通のガソリン車とかと違って。でやっぱりちょっとフロアがちょっと高い気はします、少し。でちょっと今回特別に乗っていいってことなんで、ちょっとポンコツ通知パフォーマンス乗り込んじゃいます。よいしょ。さすがに3000万円オーバー、誰も乗り出してない車、超緊張します。
うわ、うわうわうわ。ちょっと待って。ちょっと待って。さすがにちょっとこれタッチパネルこれ反応しないんで。ちょっとごめんなさい。ですね、まず床が高い。そしてシートは意外にゆったり。なんかもっとホールドされるかなと思いきや、まあこの辺で多分調整できるんでしょう。はい、シートはかなりコンフォートな感じので、ハンドルがなんか車の車格からしたらなんかすごくちっちゃく感じますね。あ、992のハンドルと一緒？でも色が多分、あ、そうなんだ。え、992こんなハンドルだったっけ？あー、なるほどね。ちょっとこの辺のちょっとゴールドというかサテンなゴールドの質感ちょっとかっこいいです。でメーターもフードがないんでちょっとどうなのかな、反射のとかどうなのかなと思いきや全然見やすい。ただちょっとこの両サイドのインフォメーションはさすがにハンドルの影に隠れちゃうんですよ。でなんかこの辺の3つも全部変えられるみたいです。ちょっと変え方は僕では分かりません。あ、こういうことか。あー、なるほど、こうやってって変えられるみたいです。これもあれかな、右で変えましたね。右で変えた、右でシッとして、うん、そのこのさらに右のボタン、こっち、はい、あ、あー、なるほどね。あ、あ、そうなんだ。へー、これ真ん中、あ、真ん中も変えられるんだ。へー、すごい家電じゃん。なるほど、こんなメーター、もうメーターすごいね。これだいたいフードがないから視界がめっちゃいい、この辺ので。やっぱりこの辺は変わらないんだね。ちょっとでもこの辺のデザインもすごく新しくって、はあ。で意外になんかこう電気自動車っていうとナビが大きいイメージですけど、意外にこの横長でここは大きく取ってないで、こっちもでしょ。ああ、やっぱりそうだ。で全部もう物理キーがほぼない、全部タッチで操作するみたいです。あ、手袋してても反応する。で車高なんかもリフトとか標準とか、これ高架ってこれエントリーモードかな、あったりとか、まあ、当然ポルシェだからモード切り替えなんかも全部ついてて、はい、はあ。これさ、なんかあれじゃない、この状態もそうだけど、なんかアップデートしたらなんかいろんな機能が追加されそうじゃない？ああ、そうですね。うん、チューナーとかなんか結構入り込めれば、なんかこのアップデートしてとんでもないことができそうな気がします。でエアコンなんかはもう超シンプル。あれ、これ風とかってこれ全部あれなんか自動なのかな、ルーバーのあの操作がないの。へえ、こんな感じで、で体感って入っててドリンクホルダー2つと、はい、これ開かないの、開くの、それだけの、あ、これか。なるほど、すごい。でペダルなんかは、まあ、今回の車は右ハンドルですけど、結構やっぱりこうセンターに寄ってるっすね。アクセルペダルがこの辺にあってほしいけど、もうかなりこっち。ブレーキもすごくオフセットしてます、こっちに。ただ別になんかドライビングポジションなんか不自然かっていうとそんなことはないです。ちょっと乗り込んだ時に本当に床の高さ感じる感じ、それぐらいですね。でピラーなんかは全部アルカンターラで、バイザーもアルカンターラ、ちょっと横長のタイプで、でこのガラスルーフも確かオプションじゃなかったかなと思います。さすがに乗り出し3000万円超えてるんでみんなついてるそうです。これすごいね、やばい、最高です。じゃあ後ろも見てみましょうか。でなんか後ろフロアが足元がなんかその部分だけその床下のバッテリーのスペースがこう削除されているというか、スペース取ってあるみたいなんで、まあ後ろ要は高くなりすぎちゃうと後ろの居住性悪くなっちゃうんで、そこはかなり下げてあるみたいですね。まあカラスも鳴いてるってことで、はい、ただ後ろはちょっとそんなに装備的に、あ、でもちゃんと液晶ついてるってことはある程度エアコンの操作だったりもできるのかな。あ、あ、なるほど。じゃあ一応全部フォーゾーン、あ、オプションでなんかフォーゾーンあった、この辺がついてたりとか。へえ。
で後ろの視界は割と狭い感じですけど、ただガラスルーフなんでものすごく開放感が。これすごいね。ちょっとボンネットも見てみたいと思います。こうか、えい。ボンネットは歴代ポルシェで一番狭くない？そんなことないかな。なんか調べたら88リットルぐらいしかない。だシステム的なものがいろいろ入ってたりとかするんじゃないでしょうか。もう横も奥もなんか深さもちょっと今までのより、今までのっていうか他の911シリーズとかと比べてかなり少ない気がします。はい、というわけで改めましてちょっとナンバーがついたんで乗っていいってことで、乗っていいってどういうことかちょっとよくわかんないですけど、多分オーナーさんまだ乗られてないんじゃないかなと思うのに、乗っていいよってどういうことよ。そんな機会ないんでちょっとありがたくちょっと乗らせていただきます。でまず乗り方がわかんない、シフトこれか。えこれ音すんの？ブーンって言ったよね。隣、あ隣か、びっくりした。なんかいやそんな演出がついてるのかと思って。キーが見つかりません。で言うて僕ちょっと素人なんで、あの多分日本初体感素人レビューをお届けしたいと思います。あのプロのレビューを期待している方はあのゴミ安隆さんとかラブカーズ TV の川口学さんの動画見てください、はい、素人リアクション動画をお届けいたします。わすげえこれ。まず当たり前だけど音が全くしないで、なんかもうスーパード新車19キロなんで400キロまでなんかその鳴らし運転モードみたいので回生ブレーキが効かないみたいです。じゃあちょっとじゃああれってこと？惰性でちょっとスーっていっちゃうってこと？どうなんですかね。それとも充電されないだけってこと？ブレーキ惰性で走ってる時に。超静か。てかこれ遮音性めっちゃ高くない？電気だからじゃないですか。いやいやいや普通になんかアイドリングストップしてるガソリン車より外の音が聞こえない気がする。なんだこれ、これ今までいない感覚。うわあ、ちゃんとシートベルト引いてくれるんだこれ。で大体でもねこの乗った感じどうこうよりかもまずこの中の装備にちょっとビビっちゃう。だって助手席でなんかナビが見れるって意味わかんないもん。オーディオで改造してある車みたいじゃん。わわわわ、こういう感じか。さすがにちょっとど素人僕が乗ってもあの重い物体が動いてるなっていうのは感じます。めっちゃどっしりしてる。なんかちょっとスポーツカーのこう軽やかな挙動というよりかはなんかこう高級車、本当に超高級車な挙動。ただびっくりしたのはアクセルとかブレーキとかハンドルとか全然違和感はない。普通にもっとなんかちょっと違和感あるかなと思ったら意外に普通にスーッと入ってくるんですよ。で大体試乗レビューって広報車だと思うんですけど、あの車の場合完全にオーナー様のお車なんで忖度なしで、はい、オーナー様へは若干忖度ありで、はい、お届けしますんで、はい、わめっちゃ静かで、びっくり。なんかこれローンジ使ってフルパワーで加速すると760馬力ぐらい出るっていう。でなんか最大トルク1050ニュートン、もうちょっと意味わかんないよね。もうブラバス G800 でうわすげえとか言ってたのに、それを馬力に関してはあれかもしれないですけど、トルクに関してはもう軽々超えてくるっていう。わでも意外に普通に乗れちゃう。ただ床の高さちょっと感じるっすね。なんだろう、こう足をこうやって乗ってる感覚が、椅子に座って乗ってるというよりか椅子に座ってこう足をこうピンって前にして乗ってる感覚がするっす。めっちゃ静か。これ大体でもそんなパワーを使うところがない。すげえ。で当たり前だけどこれなんかボディもそのシャーシもなんかそのあるものを使って作ったんじゃなくて全部新設計らしいです。当たり前ですけど体感用に全部一から設計し直して、だからなんかパナメーラのシャーシ使って電気自動車にしましたとかじゃなくて、
なんか一から全部やってるみたいですらしいよ。でなんかこのモーターっていうかその電気がなんか800ボルト、普通の電気自動車って400ボルトから500ボルトぐらいなんだって。それ体感の場合だと800ボルトのシステムを使ってたって。でそれすることによってなんかその充電効率が上げられたりとか、システム的にちょっと軽く作れるとかっていう。だからなんかもう電気自動車の中でも結構なんかその革新的なことをやってる車らしいです。だからなんか最大もう急速充電するともう数分で100キロぐらい走れたりとか。ただその設備の問題があるんで今それができないらしいんですけど、なんか50キロワット30分で100キロかな、それがなんか一応車的には270キロワットぐらいの充電に耐えられるとかっていう話なんで、そうするともうわずか1分だっけ分かんないですけど数分で100キロぐらい走れるっていう。でちなみになんか条件が揃えばだいたい450キロぐらいかな巡航できるみたいです、満タンで。ただなかなかやっぱりその外気温でだいぶ違うらしいよね。マイナス10度と外気温30度だと全然巡航距離が、その辺ポルシェのコンフィギとかでホームページとか出てるんですけどその山間部走った時とか市街地走った時とか高速道路走った時、外気温が何度の時で目安これぐらい走りますよってのが出てくるんで、まあ、一番条件がいいとそのぐらい走るみたいです。で一番条件が悪いとなんか300キロぐらいで、場合によっては200キロ台ぐらい。だちょっと遠くに旅行に行く車っていうよりかはちょっとその近場、まあ、あとはちょっとゆとりを持って外出する車っていう感じじゃないですかね。ただまあ200キロ300キロ走ればワイルドに走っても別に都内とか、まあ、県内の移動ぐらいであれば全く問題ない。多分ゴルフに行くぐらいだったら、隣の県のゴルフ場にゴルフに行くぐらいだったら全く問題ないんじゃないでしょうか。だからちょっとこれだけっていうのきついよね。だから本当にこの車持ってる人って相当余裕ある人だよね。当たり前だけど、だってこれだけじゃ成立しないじゃん車。すげえ。ちょっとさすがにスーパード新車なんでグワーとはやんないですけど、ちょっと片鱗だけ見ていいですか。スポーツそういう危ないことはしないでください。走行モードノーマルスポーツプラス。うわやべえ、あれなんか音が出てない。あれこれ音めっちゃ演出されてる。排気音とは言わないけど、危ない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 、これはやばい、これはやばいぞ、これはやばい。やばかったね。ちょっとやめよう、ちょっとこれはやばい。あれもうだってこれ5ミリぐらいしか踏んでないよ今ので。これやべえやつだ、これはやばい。ラグがないですね。ラグない。だって0100?2.8 秒、だからテスラとなんかもう競争する勢い。もう本当にシートにこうなんか物をこう置いといてアクセル全開にしたらその物が張り付いてるみたいな加速 G で。これ全開にしたいですね。これはやばいぞ、これはやばいな。ちょっとすげえ。あとはそのネーミング、ターボじゃないのにターボっていう、でそこをなんか世間的にはこうザワザワしてるらしいですけど、僕的にはまあまあまあいいんじゃないかなっていう。もうなんかそのターボっていうことよりかもなんかもうタービンがついてるついてないとかじゃなくて、もうポルシェに至ってはもうなんか固有名詞じゃないけどもうグレードの、うん、なってるよね。もう、はい、ブランドになってるね。だからなんかもうスッてこう受け入れられますね。63とかもそうそう。だから言ったらだって63なんかもうスタートから 6300cc じゃないし、6200cc じゃん、あれ、うん、でもうダウンサイジングして 5.5 今に至ってもう4リッターしかないわけじゃん。だからもうそれでも別に63、まあ、6300cc 並ってことなのかもしれないけど、別にそれでもおかしくねそれっていう人は、まあ、いなくはないんだろうけど、やっぱりそのトップグレードの証としてターボっていうのはいいんじゃないでしょうか。あ、そう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 。そんでなんかその
さっきの電源の話に戻っちゃうけど、なんかその800ボルトのそのシステムがあれらしいよ。ルマンの24時間の919だっけ、はいはいはい、あれも800ボルトらしいよ。そう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 、だからなんかそれを聞いた瞬間に、あ、やっぱりもうそういうなんていうの、ちょっとこう究極のところの、あそこはだってもう 100% なんかもう効率を考えてるわけじゃん、はい、だからそっから来てんのなだろうなと思って、なんか普通になんかちょっと一般的な400ボルトとか500ボルトの電気自動車で作ってこない時点でやっぱりなんか先を見てるし、この919がニュール最速のレバーと思ってるんですよね。あ、そうなんだ。ハイブリッド、あ、俺それ動画見た、なんか早送りみたいなやつでしょ、あれやばいよね。俺だって本当にあのそういうゲームのチートで走ってるのかと思ったもん、実車なのに超速いんだよねあれ。これマジなんかちょっと車もそうだし、なんか未来を感じるな。そう考えるとすごくない？なんかガソリン車とこのさ電気のこの境目をこう割といい年齢で体感できてるって、はい、体感だけに、体感だけに確かにね、体感だけに。すげえこれ、これはすごいわ。あ、確かにブレーキがちょっとスーっていっちゃうねこれ。鳴らし運転モードだからかな。え、これ、うん、電気自動車初めての人とか、うん、危ないですね。あのラグがわからないから。ああ、そうだね。ちょっとこのパワーはもう本当に危ない。踏んだ瞬間に。踏んだ瞬間だね。ぐわーって。バキ踏んだね本当に。だ乗った感じはもう言ったらプリウスなんかより全然普通に乗れる。プリウスってなんかあれってない？ちょっと、まああれハイブリッドですか、うん、まあハイブリッドだけど、なんかハイブリッドのプリウスの方がよっぽどなんかこうガソリン車よりちょっとこう違和感を感じる。なんかこっちの方がよっぽどなんか自然に乗れる、うん、なんかもうステアリングのこのフィーリングとかもブレーキとかアクセルもそうだし、ちょっとその惰性で走行するのは多分その鳴らし運転モードなのもあるんでしょう。ちょっとブレーキがこうスーっていっちゃう感じはするなっていう気がしますけど、ブレーキとかアクセルの感じとか、これすげえなあ。とは匂いね、本当にちょっと違う未来だよこれ。やっぱりそっちに進んでんだな。そんな感じしない、うん、この辺の だいたい物理機がだってパーキングぐらいしかないんだよ。パーキングとスタートぐらいしかないんだよ、まあ、あとここのシフトと。ただ全部この辺はあれなんだね、今まで通りのレバーなんだね。意外にこうなんていうの、フェラーリみたいにこっちに集約とかしないんだね。まあでもそうか、この辺はどうしても動かすからレバーがあった方が使いやすいか。物理の方がいいんじゃないですか。あー、なるほどね。カスタムのこともいっぱい聞いてますか。あ、そうだね。そのテックアウトのステアリングができるっていうのと、あ、なるほどね。パーツが出てくるっていう。なるほど。テックアウトでもう絶賛今体感も開発中なんで、いろいろカスタマイズもできるそうです。もう海外だとなんかアメタン履いて、なんだっけ、 HRF 履いてベタベタのやつとか出てたよ。ボーデンかなんか作ったやつ、めっちゃかっこよかったあれ。これはすごい車や。この車も、うん、カスタマイズすんの？え、ホイールじゃない。あ、ホイールはね。いやー、すげー経験させてもらった。はい、というわけで今回は多分日本1号車じゃないかなっていう体感、非常に珍しかったんでちょっと素人レビューでお届けしました。で、この車、まあ、ゆくゆくカスタマイズもされてみたいです。で、まあこの辺とか、まあ、いろいろやっていくみたいです。ちょっとその辺は経過、引き続きタイミングがあればお伝えしたいと思います。で、ちょっと試乗の時もお話ししたんですけど、タイカーのカスタマイズいろいろできるようになるみたいです。ポルシェのチューナー、テックアウトの方でもいろいろパーツ開発してますし、まあ、あとは
アメリカ、ヨーロッパ、いろんなブランドからいろんなパーツが出てくるんじゃないでしょうか。まあもともとすごく車かっこいいんですけれども、さらにカスタマイズして個性出したりとか、かっこよくすることもできますんで、ぜひボンドグループ各店までご相談ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。